あなたの脂肪が90日で10キロ痩せる。ダイエットとは情熱である。ピタゴラスマックスで、本日もですね、トランポリンダイエットをしてですね、20分間ジャンプをしました。今日でダイエットをスタート開始してからですね、55日目です。ゴーゴー松井、ゴーゴー松井、ゴー松井、ゴー、55日目ですね。で、今日はですね、昨日の夜ですね、夕方、夜のですね、7時半に、眠りました。早く眠ったんですね。ちょっと早すぎだろうっていうぐらい早く寝たんですが、寝たらですね、起きたのは、まあ、3時ぐらいに起きたんですが、朝のですね、7時半に言うと、もうすごい熟睡できたんで、すごい起きた瞬間からエナジーマックスに溢れるぐらい健康的な、毎日を送っているピタゴラスマキオです。本日もですね、フィットフォーライフより引用してお伝えします。あなたのライフスタイルを変えるお手伝いをしたいと思います。今日はですね、ドッケツ症とは何かについてですね、人はなぜ太るのか、ドッケツ症、人間の体はですね、組織を作ることと組織を壊すことに対してバランスをですね、保つように成功に作られているんですね。その作用の一方がですね、この他の他方より多くなる状態がですね、代謝のアンバランス、まあ、バランスをですね、崩してるっていう状態になりますね。で、人はですね、なぜ太るのかということに関してですね、この組織の中が毒素、毒血症の状態になっていることが余分な体重を増やしてしまう根本原因であるですね、ということを言っていますね。体内をですね、毒性物質がない綺麗な状態に保っておけば、快適な体重を保つことは簡単にできますね。なぜならば、体内に毒性物質が過剰にあることが肥満の前触れだからなんですね。で、この代謝のプロセス、古い細胞はですね、絶えず新しい細胞と入れ替えられていくんです。実際にですね、1日にですね、3000億から8000億の古い細胞が新しいものと取り替えられていますね。古い細胞は有毒なので、排泄のための4つの方法、つまり腸、膀胱、はい、皮膚を使ってですね、できるだけ早く組織から取り除かないといけないんですね。この古い細胞とかそういったものはもう取り除かないといけない、どんどん入れ替えていかないといけないんですね。食べ物がですね、その本来の状態から加工されてしまっていること、そして私たちの体の生理機能やですね、構造はこのたくさんの加工された食べ物を処理することが処理するようには作られていないという理由からですね、消化やですね、吸収が完全に行われないんですね。吸収されない。その結果、食べ物による副産物が生まれ、体内に相当量のですね、残留物が形成されることになる。この残留物が体にとっても有害なんですね。で、この問題が改善されずに進行していきますと、最終的には肥満ばかりではなく、漠然とした不快感やだるさ、無気力感やを招くことになりますね。で、それは埋め込まれた有害な老廃物を取り除こうとするために、体がですね、非常に多くのエネルギーを使い果たしてしまっているからです。で、老廃物をですね、溜め込まないための三原則っていうのがあるんですね。まずこの排泄のサイクルをですね、妨げずにですね、最も効率よくこの機能させることが極めて重要なんですね。たとえ気がつかなくても排泄のサイクルを妨げてしまっているとしたら、太る原因となる毒性の老廃物が体にどれだけ大量に溜め込まれることになるか、ご理解いただけたでしょうか。もしですね、人がしなければならないことはですね、体から毒性物質を取り除き、溜め込まないことなんですね。しかし、どうすればそれが可能になるんだろうか。私たちの最大の関心事であるこの点についてはですね、この私が今学んでいるナチュラルハイジーンの知識を使えば解決できます。つまり、その方法とはですね、体内の毒性、老廃物を絶えず取り除いてですね、ひどい状態になるまで溜め込まないようにすることなんですね。という理解のもとに実践する健康的なライフスタイルをご提案します。で、このライフスタイルはですね、楽しさに溢れて窮屈な感じがしません。食べる楽しみもですね、十分に残されていて、痩せて健康になるためだからといって、このまずくても仕方なく食べる
ことっていう行為とも無縁なんですね。で、私たちが食べ物を従来通りに楽しみながらですね、代謝のバランスを保ってこの組織から毒性の物質を取り除くにはどうしたらいいんだろうか。それを解決する手段はですね、3つあります。どれもですね、このプログラム、今から言っているこのプログラムを正確に実行するに役立つものであって、永久減量というあなたの目標を実現するために役に立つものです。その解決手段の基本となっている3つの原則についてですね、明日からまたお伝えしていきます。チャオチャオ。